皆さんこんにちは、神戸玄徳親善大使のみのりです。もうすぐ今年も終わろうとしているんですが、2022年最後の動画はこちら、新開地駅にやってきました。今回はですね、柳原の別山で親しまれているひるこ神社のレポートをお届けします。それでは行ってきます。楽しんチャンネル。ちょっと風が冷たいけど日差しが暖かくてちょっと嬉しい。関西でね、恵比寿さんって言ったら西宮の恵比寿さんだったり今宮恵比寿が有名なんですけど、こちら神戸市でも恵比寿さんが行われるんですよ。柳原の恵比寿さんで十日恵比寿が行われます。もうすぐ着くんですけど、ちょっと駅からちょっと歩くのと、やっぱね寒いんですよ。年の瀬は12月は寒いので、急に冷え込んで、ちょっと風も結構今日は強いのでね、温まりつつ少し休憩挟んでも皆さんいいでしょうか。ちょっと私もう着く手前なんですけど、早速の寄り道したいと思います。ちょっとまっすぐなとこ曲がります。わー、寄り道です。楽しんチャンネル。エキストラコーヒーさんに到着しました。こちらのエキストラコーヒーさんはコーヒー豆焙煎問屋としてコーヒーの卸売りをされているお店です。そしてなんと間もなく創業100年を迎えようとしています。1923年から続けられている老舗のお店で、最近店内をリニューアルしたので店内でもコーヒーをいただけるということなので、ちょっと早速温まりに行ってきます。失礼します。酸味が少ないコーヒーで飲みやすいです。ニロ液のニロのいちごです。ニロいちごです。もうそろそろいちご狩りも始まってるんじゃないですか。皆さん、大きいいちごね。こんなんですか。こんな、本当にこんなんのいちご狩り。私も紅茶も好きなので、紅茶の場合は弊社はもうスリランカ産のセイロンティーがあるんです。でそれがオリジナルでティーバッグにしたものと茶葉の葉っぱのまま、それから今珍しいのはクリスマスティーということで、それはハーブになるんですけれども、ちょっとしたブレンドのクリスマスの香りの、それとても人気です。そうエルダーベリーブラックベリーラズベリーです。ちょっとお土産にいただき購入したいと思います。ところでひるこ神社に向かいます。楽しんチャンネル。ひるこ神社に到着しました。
かな、これは。ちなみにですね、こちらひでこ神社は恵比寿様を奉っていて、兵庫ですね、兵庫七福神といって兵庫区の中で神社やお寺で七福神を巡ることができるっていうことなので、もうここから始めていただいて、兵庫区だったら結構歩いて回れるんじゃないかな。ぜひ境内をちょっと見て回ろうかなと思います。もう真ん中にドドンと見えてるんですが、神楽殿があります。ここでいろいろ舞うのかな。東海ビスではね、人形浄瑠璃とかがあるみたいなので、ちょっとね、なかなか見れないですから、普段この機会にぜひ見に来て見るのもいいかもしれないですね。赤い柱が御社殿ですかね。すごい、ひでこ神社。あ、何これ、かわいい、見てください、恵比寿みくじ、かわいい恵比寿さん。500円。ちょっと私このおみくじ引こうかな。このおみくじ引くときはお賽銭箱に入れるのでいいということで、こちらにお支払いします。はい、で、どの子にしようかな、迷いますね。ちょっとずつ顔が違います、目の太さとか。どうにしようかな。あ、でもこの子にしようかな。この子って言っていいんかな、このエベス様に私はします。この後ろから引っ張ります。これを出てきました。前アリーまで引いた時はね、私超大吉を引いたんですけど、今日はどうかな。くる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 、あ、見えました、吉です。中途半端吉です。2つの願いを一度に叶えんとすれば悪し、二と追うなということですね。あ、待ち人来る林来ます。いいですね、結構いいですよ。2023年の抱負とかどうですかね、ありますかね。なんかコメントとかで抱負ぜひ教えてください。私はね、やっぱりあの沿線の方含め沿線外の人にも神戸電鉄親善大使を知ってもらって、それをきっかけにね、神戸電鉄利用してもらったり沿線に来てもらえたらなと思ってるので、この YouTube もね、あの来年も引き続き見てくださる方に笑顔を届けれるよう頑張っていきますので、皆さん来年もぜひ YouTube 見てください。チャンネル登録とか高評価もぜひぜひお願いします。じゃあ来年も YouTube 親善大使頑張ります。それでは宮司の井上様にお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。2023年1月に東海ビスが行われますよね。はい、どのようなお祭りになるんでしょうか。東海ビスのお祭りというのは、まあ、商売繁盛の、はい、あのお祭りでございまして、まあ、1月9日10日11日にその商売の神さんである、まあ、イベスさんに今お参りするというような風習ができたと。イベスさんではね、あのご覧の通り釣り竿に今鯛を抱えておるお姿を見て、まあ、海の神様というのがもともとなんですけども、もともとはそのやっぱ大量の神さんであったり、まあ、要はね、漁師さんがたくさん魚を釣ってですね、でそこで、魚を売っていうようなことからですね、商売繁盛の神さんにもつながっていたという。そうなんですね。恵比寿様といえばなんか商売繁盛っていうのは知ってたんですけど、まさかそのお魚を持ってるのがそこから来てるっていうまで全然知らなかったのでびっくりなんですけど、今回の東海恵比寿は縁日もあるって聞いたんですけど。そうですね、2年間そのコロナの影響もありましたので、はい、まあ、露店の出店はちょっとね控えさせていただいておりましたけど、うん、まあ、少しずつ、まあ、収まってきたということもありますので、まあ、3年ぶりに、はい、あの露店の方も出店するというような方向で、まあ、現在、はい、準備を進めておる次第でございます。すごく
個人的にも楽しみですし、なんか訪れるきっかけにも縁日ってなるかなと思うので、ちょっと嬉しいです。復活して、そうですね、はい、楽しんでいただけたらなと思います。なんかマグロと人形浄瑠璃あるって聞いたんですけど、マグロはですね、ここのすぐ近くに神戸の中央卸売市場 の、はい、その水産物の卸協同組合さんが、はい、もう長年にわたって毎年このイベスさんのお祭りに合わせてたくさんのお供えもいただいているんですけども、まあ、その中で大マグロというのがありまして、はい、そのエビス様にお供えする前にちょっとみこしに担いでそのマグロを神様にお届けするというような、まあ、神事がありまして、大変まあ珍しいんですけども、はい、一般的におみこしで、ご存知だと思うんですけど、はい、そのおみこしの代わりにマグロが乗っているという、マグロを担いで、そうなんです、マグロを担いでこう町内をくるっと回って、町内をくるっと回ってですね、すごい、はい、人形浄瑠璃というものが、はい、兵庫県の淡路島、はい、その淡路人形浄瑠璃というのが昔からこう伝統的な芸能文化として残っているんですけども、はい、その中の演目の一つにエビス舞という浄瑠璃がありまして、10分15分ぐらいのことなんですけども、はい、まあ、非常にユニークな舞なんですけども、まあ、ざっと言うと、まあ、エビス様が現れて、エビス様にそこたくさんお酒を召し上がっていただいて、はい、で上機嫌になったエビスさんが桟橋の皆さんにたくさんこう服を与えていただけるというようなストーリーなんです。はい、それも9日だけなんですけども、9日です、時間が11時、11時、12時、12時、で13時半、じゃあその3回をしますので、いいですね、ちょうどこの神楽殿で、ここで行いますので、はい、で淡路の人形座の要はもうプロの方がお越しをいただいて演じていただけるので、なかなかこう淡路まで行かないと見れないものがこのエビスさん で、はい、ご覧いただけるので、なかなかない機会ですね、はい、たくさんね、エビスさん見ていただいて、エビスさんから服を、ね、たくさん皆さんいただいていただければなと思いますので、いいですね。じゃあもう9日に来られた方はマグロを見た後に浄瑠璃を見てっていう、そうですね、もう、はい、盛りだくさん服をいっぱいいただいて、来年みんな楽しみましょう。今回はですね、柳原のエベスさんのひるこ神社さんのレポートをお届けしました。2022年ももうすぐ終わって、23年がもう始まろうというところなんですけども、皆さん22年どのような1年だったでしょうか。そしてね、23年も素敵な1年になるように、年明け十日恵比寿、ぜひひるこ神社さんにお越しください。それではありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。